吉原亜美のモテの法則、今日はですね、今の自分に自信がない、なぜかわからないけど不安な気持ちが押し寄せてくるという方に対して3つのポイントをお伝えしようと思います。でこれはね、本当に私も経験したし、私の周りの方でもよくご相談をいただく内容になります。で、多分 SNS をやっている人や何か自分で新しいことを始めようとしていたり、または始めている人たちでが見てくれると、多分あ、そうだよなって思うことがあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、最後までぜひ見てください。はい、まず一つ目の不安ポイントなんですが、 SNS をよく見るっていう人いると思います。で、本当に朝から Facebook を開け、 Twitter を見て、インスタ見て、 YouTube 見て、アメブロ見てみたいなことを一日やっていたりとか、ご自身が投稿されるってなった時に他の人の記事をしっかり見られる方っていうのは不安になっていく傾向にあります。で、これね、なんでかっていうと SNS は特になんだけど、投稿している人がキラキラしている、成功している風に見える、大きな仕事をやっている、充実しているとかっていうところばっかり載せてるんですよね。まあ、たまに、なんかそうじゃないよそうじゃないような投稿を載せる方もいらっしゃるんですが、大体の方がいいとこばっかり載せはると思うんですよ。で、それを見て私だけ置いてきぼりかもしれへん、私はうまくいっていない、私はチャンスが来ていない、私は大きい仕事が来ていない、なんかうまくいってない気がするみたいに、どんどん不安を自分で引き起こしていってるっていうような方がいるんじゃないかなというふうに感じています。なんか要はね、自分の今の現状と SNS で見かける人の現状に差があると、開きがあるというふうに思いがち、もしくは感じてしまうというだけのことなんです。で、私も確かに SNS たくさん投稿するし、私の周りの方も投稿者っていうのは多いんだけれども、実際リアルにお会いして、ねえねえ、こないださ、なんかなんとかっていう仕事をやってたじゃないって、あれってどんなだったのとか聞くと、いや実はさ、あれ話がなくなってとか結構あんねん、話なくなったけど、話なくなったって載せるのはちょっとプライドが許さないし恥ずかしいし、そんなこといちいち報告しなくてもいいかなっていうことで、こんな仕事が決まりました、その子は別に全然投稿してないとかね、そんな人もいるし、もしくはなんかいつもこう講座は満席でたくさんの人が来てくれてる風に載せてるけれども、それはごく一部うまくいった時の講座の話であって、おっしゃってる講座も山盛りあるっていう人とか、本当ね、 SNS は気にしなくていいと思ってます。海外行ったとか国内旅行行ったとかっていうのもね、次々載せたりもするけど、それはあくまでいいとこの部分であって、そうやって海外とか行ってる人も恨んではものすごい仕事頑張ってはったりとか、一生懸命お金貯めて行ってはったりとかっていう、ちゃんとなんちゅうの、地に足ついた背景みたいなのがあったりするんですよね。そこをいちいち気にして自分と比較をしてても、あなたの人生は進んでいかないということに気づいてほしいんです。もうね、これだけは言えます。 SNS に投稿している記事は全てが現実ではないっていうところ、現実の部分ももちろんたくさんあるんだけれども、何やろ、すごい簡単にそのチャンスを手に入れてポンポンポンと進んでますっていうふうに見えたりとかするんだけれども、実際のところは例えば講座が満席になるっていう方のこうね、
投稿とかを見てても満席になるための努力っていうのはされているし、過去されてきて今開花しているということもありえるし、不安に SNS の投稿を見ていて不安になるんやったら見んときもうそれが一番だと思う。人と比べたところであなたの人生が変わるわけじゃないし、あなたが自分がやっていることに自信があって一生懸命それをやってたら、人がやってることとか人の成功って基本的には気にならないもんなんです。でもやってないからどっかでサボってたりとか、自分がやってることに自信がなかったりするから、人がやってることがやたらと目につくっていう傾向にあります。そして2つ目、なんかね、やりたいことはいろいろあるのに目立ったら叩かれるんじゃないかとか、なんかこう目立つことによって人からいろいろ言われるんじゃないかっていうことが不安で動けないという方がいます。でこれはね、大丈夫ほんま大丈夫。結局中途半端に頭出すから叩かれるんです。で私もそうだったよ。中途半端に頭出した時は結構叩かれてたみたいこれは後から知ったんだけど、私はね、あんまりもともと人から言われることとかを気にしないタイプなので、なんか叩いてきてはっても、あ、なんかやってはるなっていう感じだったり、叩いてるなっていうのは分かるんだけど、あんまり気にしない方なんです。でそれによって傷つくということがまあまあないので、あんまり気にはしてなかったんだけど、実際やりました。ちょっと目立った時とかはなんか結構いろいろ言うてはった人もいたしね。ただ一つだけ言えるのは、叩いてくる人は叩いた相手のことが気になってしょうがないの。なんか目立ってることがすごい気になるの。だから興味持ってくれてると思ってください。そして自分がそれを気にしない、受け取らないって決めた瞬間から叩いてきてるはずなのに全く視界に入らなくなっていくっていう頭の作りがあるので、私もそうしてたんかな。なんか気にしない、私がやっていることは自信があったし、私がやっていることは絶対いいことやって信じきってたから、人が何と言おうと全く気にしないっていう風にしてました。でよくね、私が最近見ている YouTube の人がいてて、その人もよく言ってたんだけど、コメントにね、すっごい批判が入るんやって。でもその批判を読むたびに思うのが、あ、こうやって自分の動画を見てくれて批判にしても感想を言ってくれるっていう人たちは自分の動画に興味があるんだなって思えるから、そのコメントでいちいち傷ついたりしないし、逆にコメント入れてくれてありがとうって思えるっていう話をされてました。で私もなんかそれはすごい共感してね、なんか YouTube を始めた頃に低評価とかついてるとすごいショックだったのすごいショックだったんだけど、でも低評価をつけるっていうことは見てくれたんやということが理解できて、見てくれたってことは1回再生回数上がってるんよねっていうことは私にとっては嬉しいことやし、まあ何にせよ気に留めてくれて私の動画を見てくれたということはやっぱりありがたいことだしね。これは仕事においてもプライベートでもそうだけど、やっぱり自分が自信持ってやってて、それに対して一生懸命やってれば人からの批判とか叩かれるとかっていうことは気にならなくなります。でまして気にしてるっていうことはやってる内容に自信がないから気になるんです。これはもう絶対やと思うわ。だからちょっともしね、人から叩かれてるのが嫌で動けないっていう人がいたら、あなたがやっていることに自信があるのかどうかっていうところをまず見て、自信があったらバビューンと突き抜けてしまい、そしたらまず叩かれることはなくなるから。そして3つ目、なんか分からへんけど将来が見えなくて不安なんですっていうのもあります。でこれはね、さっきのとちょっと被るんやけど、自分がやりたくてやっていることであり、自分が選択したことにめっちゃ一生懸命、ほんまに
びっくりするぐらい集中してやってたら不安とか思ってる暇がないんです。そんなことよりももう楽しさとワクワク感しかないし、結果が出ようが出まいがやってる充実感とかの方が勝ってしまって、未来に対する不安とか考えてる暇なんかないのね。が将来がなんとなく不安なんですとか、未来が見えなくって今やってることが正しいのかどうか分かんないんですっていう人って、多分ね一生懸命やってないんです。それだけやと思うの。私もせやけど、まあこういう最近ちょっと頑張ってるのが YouTube や。 YouTube もね、チャンネル登録者2名ぐらいからスタートして、多分2名も身内やねん身内ぐらいからスタートして、どのぐらいやってるんかなもう分からへんけど、まあ、本格的にというかちゃんと編集とかもかけ出したのはこの数ヶ月、去年ぐらいからだと思うんですけど、そのほんまにやり出した頃からはめっちゃ本気やねん。一生懸命撮影して、一生懸命編集して文字とかも打ってみたりとかいろいろやってるので、やってるとなんやろ、再生回数が少なかろうと多かろうと、低評価が押されようと高評価がついてようと、あんまね気にならへん。そんなことはどうでもよくって、私が一生懸命やってるからそれでいいってできるんです。でね、もう一個言えるのが、あなたが今やっていることが今日開花するかもしれないし、明日かもしれない、でも10年後かもしれないっていうことだけなんです。わかるかな。例えば私が講師っていう仕事をねやりだしたのはだいたい5年前ぐらいなんですけど、当初やってることはめっちゃ楽しくって、参加者ゼロの講座があってもなんか楽しかってだから教室も借りて準備万端にしてんねんけど、参加者はゼロでもなんかパソコン持って行って、次はじゃあこんなことをお伝えしようとかっていうのをいろいろ考えながらやってたのね。で、開花というか、まあ、ちゃんと受講生の方が来てくださるようになったのは3年ぐらい経ってからちゃうかなぐらいから、アミさんの講座がいいですとか受けたいですって言ってくれる人が増えたっていう感じなんです。で、エステだってそうだよ。もう27年経ってきてね、多分プルソワンでは大御所と言われる状態になってきてると思うけど、最初からうまくいってたわけじゃないし、最初はねお客さんもゼロやった、あごめん一人やった、うちの母親母親からスタートして、まだ身内や、母親からスタートして、そこから1週間に90名とか増えるまで一生懸命やったもん。今でも一生懸命やけど、開花するのはね今すぐじゃないにしても、また開花をもしかしたらしなくっても、あなたが今やっていることが一生懸命本気で一生懸命やってたら必ず実りあるものって出てくるんですが、ね、未来が不安だとか見えなくて不安なんです、叩かれるのが嫌なんですとか、人の SNS を見て不安になっているんですっていう方たちがもしこの動画を見てたら、一個だけ言えるのが、あなたが一生懸命そのことに対して集中して本気でやってたら絶対大丈夫、もうそれだけやん。でも本気じゃなかったり一生懸命やってなかったらそれは知らんわ、多分中途半端な結果で終わっていくと思うんだけど、一生懸命やることで得れるものって絶対あるし、たとえそこから、まあ、仕事やったとしてね、そこから利益が発生しなかったとしても次につながる何かって必ず出てくるんです。それは今かもしれないし、明日大爆発して吉原由美の YouTube チャンネルが今100名いってるんだけど、明日いきなり1万人になってるかもしれない。そんなことは誰にもわからないことなんです。だからね、不安になってる暇があるんやったら、あなたが今やっている目の前のこと、やりかけていること、やりたいなと思っていることに本気で時間を使って一生懸命やってみてください。そしたら
不安とかそんなことよりももうね、楽しさに満ち溢れる世界しかやってこないって私も体験しているので、脳みそ、脳機能科学からしてもそういう世界を引き寄せるということができるので、ぜひ全てのことに一生懸命に、あなた自身が自分を信じて頑張ってみてください。